えー、自民党総裁選で菅さんが自民党総裁に選ばれました。まあ、正直もうこれで総理は菅さんに決定っていう感じになりましたね。まあ正直ね、この3人が立候補した時点でもう菅さんになるって正直自分は思ってました。 まあ、知名度の問題でしょうね毎日のように <laughs> テレビでいろいろ国会の今どうなっているかっていうのを出していましたしまあそれに一番知名度がくるっていうのがありましたからね。 あの次の言語は令和ですってこの人からしましたからねでもこれで昭和から平成になった時の言語を出した人が総理大臣になるっていうジンクスの2例目ができましたね まあ、明治と大正はどうなってるか知りませんけどね <laughs>。そっちの方はわかんないにしても。まあ、これで総理大臣が完全に変わるという形になりました。さあ、これからどうなるか。